こんにちは、ココイストテクニカルアドバイザーの石内初美です。今日はココイストから出ているジェルブラシのご紹介をしたいと思います。前回はラウンドブラシ、フラットブラシ、そしてピンラウンドブラシのご紹介をしたんですが、今日はアンギュラーブラシのご紹介をしたいと思います。ココイストのアンギュラーブラシは4種類あります。まずは基本となるこちら、アンギュラーブラシ。アンギュラーブラシはこのように毛先が斜めにカットされていて、左右非対称になっているブラシがアンギュラーブラシです。次にこちらがアンギュラーブラシよりも一回り小さいスモールアンギュラーブラシです。こちらは同じように斜めにカットされている左右非対称の形なんですが、先ほどのアンギュラーブラシよりも少し小さくなっています。そして次がミニアンギュラーブラシ。こちらはスモールアンギュラーよりもさらに小さなブラシです。3つを比較してみるとこのような形で順番に大きさが変わっていっています。最後にご紹介するのがこちら、ラージアンギュラーブラシ。これはアンギュラーブラシよりも大きなブラシです。こちらは幅が広いのでキャップはついていません。このままの状態での販売です。では次にそれぞれをどのように使っていくのかを見ていきます。まずはアンギュラーブラシ。アンギュラーブラシはフレンチやフォークアート、あとはラインのグラデーションなどを作るのにとても向いているブラシです。このように適度なカットが入っていますので、フレンチのラインを取っていくのにとても向いています。このように横にラインを取っていただいてもいいですし、ブラシが斜めになっていますのでフレンチのラインに合わせて縦に塗っていくこともできます。どちらでも使っていただけます。はい、このように2度塗りで綺麗なフレンチラインを引くことができました。とても筆が薄くなっているのでジェルがたまらずにくっきりはっきりと綺麗なスマイルラインを描くことができます。まずは一番定番のアンギュラーブラシ、こちらはフレンチネイルにとてもおすすめなブラシです。次にこちらのスモールアンギュラーブラシ、こちらはアンギュラーブラシと同じようにフレンチのラインを描くこともできますので、小さな爪の方などの場合はこちらでフレンチを作るのがおすすめです。他には2色同時に使ってお花を描いていくようなフォークアートなどにもおすすめです。適度な柔らかさがありますのでお花を描いていくのにもおすすめです。筆に程よい腰としなりがあるのでお花のような繊細な跡にも向いています。はい、このような感じでお花を描くのに使用したのはこちらのスモールアンギュラーです。次にこちらのミニアンギュラー、こちらは先ほどのスモールアンギュラーよりもさらに小さなブラシになりますので、もっと小さなお花を描くのに向いています。爪の大きさや描きたいお花の大きさに合わせて筆は使い分けてください。
このように先ほどよりもより繊細な小さなお花を描くことができました。はい、では最後こちらラージアンギュラーのご紹介です。こちらのラージアンギュラーブラシは幅広のアンギュラーブラシでグラデーションを作るのにとても向いています。はい、フラットブラシやラウンドブラシでグラデーションするときは縦に筆を動かしていくんですけれども、こちらの、ラージアンギュラーブラシを使用する際は筆は横に動かします。それではグラデーションを作ってみたいと思います。筆を横に動かしていくとこのように簡単にグラデーションを作ることができます。ちょっと濡れてないところは塗り出します。先端のところはね、色がね濃くなるところなので、このまま原色そのまま塗ってあげるとグラデーションができます。ちょっと一度では色が薄いので二度塗りしていきます。二度目は先ほどと少し場所をずらしてあげて塗ります。はい、このようにグラデーションを簡単に作ることができました。こちらの幅広のラージアンギュラーブラシはグラデーションに向いています。それぞれのブラシを使って描いたものがこちらです。はい、アンギュラーブラシ、スモールアンギュラーブラシ、ミニアンギュラーブラシ、ラージアンギュラーブラシ、それぞれの特徴を生かして作ったデザインにトップジェルを塗布してみました。このような感じで筆を変えるだけでそれぞれ全く違った特徴のデザインを作ることができます。まずグラデーションがラージアンギュラー、小さな繊細なお花はミニアンギュラー、2色を使ったフォークアートのようなお花はスモールアンギュラー、そしてネイルといえば定番のフレンチはアンギュラーブラシを使用しました。形はすべてアンギュラーで同じような形なんですけれども、大きさが違うだけでこのように使い分けることができます。ブラシを使い終わった後はココイソのブラシクリーニングジェルを少量パレットなどの上に出して筆をしっかりとクリーニングしてから片付けるようにしてください。このような感じで中からたくさんのジェルが出てきます。筆はキッチンペーパーなどでしっかりと挟み込んでしっかりとジェルを拭うようにしてください。一度きれいになっていてもこのようにまだまだ出てきますので、何度か洗ってキッチンペーパーで拭ってを繰り返します。きれいになったら必ずブラシキャップをした状態で保管するようにしてください。数日間使わないとブラシが硬くなることがあるんですけれども、このブラシクリーニングジェルを使ってあげると基本的には硬くならないです。もしなってしまってももう一度このブラシクリーニングジェルでクリーニングしていただくと筆先が柔らかくなります。ぜひこちらのブラシクリーニングジェルも合わせてご使用ください。今回はココイストから出ているジェルブラシのアンギュラー4種類をご紹介しました。それぞれに特徴があって使い分けができますので、ぜひ使ってみてください。今後すべてのジェルブラシのご紹介をしていきたいと思いますので、新しい動画がアップされたらお知らせが来るチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そしていいねボタンをクリックしていただけると次回の動画作成の励みになりますので、ぜひいいねボタンのクリックもよろしくお願いします。ココイソテクニカルアドバイザーの石内初美でした。ありがとうございました。